ここはローザリア王国の首都クリスタルシティです。町の南にある美しい湖がクリスタルレイクよ。この町の名はそこから取られたの。私はシフ、バルハル族だよ。俺の名はグレイ。この辺りには信頼して力を貸せる骨のある戦士はいないみたいだね。大した自信だね。それじゃ一緒に旅してその力が本物か確かめさせてもらおうか。やるよ。カブさんを知ってるか。パラム山脈の高く険しい山だ。そこには巨大な鳥の王が住んでいる。家畜でも人でも食っちまうという恐ろしい鳥だ。なんとその巣に行って羽を持ち帰ったどえらい勇者がいる。それも二人だけだ。先々代の国王、偉大なカール一世とブラックプリンスナイトハレト殿下だ。クリスタルレイクにはディスティニーストーン、水のアクアマリンが隠されているという話だ。だから湖で怪しい動きをしていると王国の兵隊に捕まって最悪死刑だぞ。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。私が語る物語を聞いていきませんか。バファル帝国が全盛期にあった頃、レリア4世は若い女性だけの部隊を作り、身辺を警護させていました。ローザ・ライマンは長年その隊長として皇帝を守ってきましたが、30を過ぎて隊を離れることになりました。皇帝は戯れにローザの着替えを覗き見しました。他の娘たちの美しい肌と違い、ローザの体には深い傷、浅い傷と無数の傷が刻まれていました。皇帝はローザがいかに体を張って自分を守ってきたかを思い出し、恥ずかしくなりました。皇帝はローザに領地を与えようとしましたが、ローザが望んだのはまだ帝国の領土ではなかったクリスタルレイクでした。皇帝はローザの息に感じてディスティニーストーン、水のアクアマリンを花向けに与えました。こうやって
ローザリア王家にアクアマリンが渡ったという話ですが、本当でしょうか？仲間から外…一曲いか…あなたと旅をすればいい歌が作れそうです。ご一緒させていただきます。アクラム砂漠は流砂が渦巻いていて、入り込んだら決して出てこれんぞ。
私はワロン島生まれの結子族、名前はゲラハです。俺の名はグレイ。一緒に来ないか。月子族には人間を嫌う者が多いのですが、私は人間の友達がたくさん欲しいのです。ぜひ一緒に行かせてください。私の魔術が必要なら手を貸してやらんでもないぞ。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。仲間から一曲い仲間からは一曲い。あなたと旅をすればいい歌が作れそうです。ご一緒させていただきます。船でワロン島へ行けるぜ。ゴドンゴ行きの船だが乗るかい？ほとんどの月光族がまだジャングルに住んでるよ。人間が嫌いらしい。ここにいるのは変わり者なのか若いのか、人間を嫌がらない連中だよ。もっとも俺には連中が若いのか年寄りなのかの区別がつかないがね。この島は全体がジャングルだ。あのトカゲたちは月光族といって、そのジャングルに住む種族だよ。俺をモンスターと間違えないでくれよ。人間はジャングルに行けない方がいい。このトカゲさんはいい人ばっかりよ。キャプテンホークという海賊がこの辺りでナンパしてしばらく村にいたよ。そのうちノースポイントへ行ってしまった。
南から来た人間どもに連れて行かれたんだ。人間に話すことは何もない。おさ、そう言わずに話してください。なぜ人間を避けるのですか。人間は匂いが違うの。地べたを這い回っていた我らを立ち上がらせたのはサルーインだ。エロールの子である人間とは違うのだ。お前は人間の匂いがするぞ。ゲッコとしての誇りはどうした。しかしサルーインはとうの昔に封じられてしまいました。人間と生きていくのが我らの道でしょう。人間はそう思ってはおらん。その証拠に我らの仲間をさらっていく。やはり人間は信じられん。この島にはウェイプという町もあるぞ。いらっしゃいませ。お泊まりですか。